2試合目行ってもいいけど先を急いだ方がいいね。お姉ちゃんを探さないと。あの船、うちの学校の無駄にやたらでっかいプールに向かったみたいだね。そのようね。行きましょう。ジュリエット、ママだけどコーデリアがね、バイクを買いたいんですって。冗談じゃないわ、あんな危険なもの。パパのバイクでさえ心配なのに、あなたも絶対ダメですからね。これはボーイフレンドのニック。はじめまして、ご機嫌いかがでしょうか。なかなか可愛いね。ありがとう。体がないとか新しいね、あんた。それなら太る心配もないだろうし、食べても首からそのまま落ちるだけ。そっか、今の私みたいにデブっちゃうこともないんだ。噛んだ食べ物が首から垂れ流しなんて最悪だよ。あばよい民族ども、あなたの勝利へ出航だ。ジュリエット、いつものやつ行くよ。了解。ワン、ツー、スリー。頑張んなよ。かわいい七組の彼氏くんもね、名前忘れたけど。まるでパイレーツオブバカビアンね。いい度胸だな、我が船に乗り込んでくるとは。船酔いしそうで。さあ戦だ。やめよ、この小娘を切り刻んでやろう。そして皮を剥いで帽子を作ってやる。背骨を孫の手代わりに使ってやる。バイキングのやり方をとくと味わえ。ふぅ、バイキングショータイムスタート。飲んで食って騒いで、パッパッパッ。ブラスター。なんなんだよ一体。気持ちよく叩いちゃってさ。弱らって。ブラスター。うわー、ブラスター。その程度なのか。うわー！
闇の神々の力を感じるぞ。行くぞ。愛してるよ、ハニー。